モンキードッグ、猿の追い払いについてちょっとお話ししたいなと思います。ここでモンキードッグの話、いろいろするんですけど、実はモンキードッグを私が実行してうまくいったのは、この山梨県のことです。具体的に言うと富士吉田市と河口湖町なんですけど、そこでの話を中心にしながら、猿の追い払いとは何ぞやということをお話ししたいと思います。最初は猿の被害対策について、で、次は猿の追い払い方法について、で、さらにモンキードッグについて、モンキードッグを導入するとどんな効果、影響が出るか、で、それに対して、してほしい、行政の支援ということでお話ししたいと思います。まずは猿の、被害対策ということで、まずそもそもなんで猿が里に出てくるかというお話からしたいと思います。こうやって見てみますと、猿っていうのは、森の中にいたり、集落の中にいるわけです。で、どうして集落に降りてくるか。それはもう圧倒的に食い物があるからですね。業界では採食効率がいいという言い方するんですけど、とにかく座っただけで大量の餌が食べれると。これは森の中ではありえないことなんですね。森の中にも当然猿が食べれる食べ物があるんですけど、圧倒的にハイカロリーで、なおかつ最初、効率がよく食べれるわけです。で、さらにそこに、森の集落が安全であるとされるとって。で、山の中も基本安全ですから、そうなると当然猿というのは、こうして降りてきてしまうわけです。で、この被害対策、実際にどうしたらいいか、考え方としてはすごくシンプルなんですね。このシーソーを逆にしてしまうと。で、まず必要なのが食べ物を少なくすることですね。先ほどから倉岡さんが言ってますけど、やっぱり食べ物が少なくする方法としては、防護柵で囲う、生ゴミや放任家事を除去する、耕作放棄地を刈り払う等で、猿の食べ物を減らす、さらに犬や人間が追い払うということで、危険性を増させることで、こっちにいてもしょうがないや、危ないし食べ物も得れないと、だからもう家に帰りましょうと、帰ってもらいましょうということがこの考え方です。で、ここで重要になってくるのは、この人や猿、人間で追い払うっていうのは時には特効薬的な効果を示すこともあります。しかし効果を示すためには、やはりこちらも同時にしないといけないんですね。食べ物を少なくする、これをと危険集落を動物にとって危険にするということを、この二つが車両の両軸として、両輪として回っていくことで、被害というものはなくなっていきます。ではまず、次のお話をしたいと思います。猿の追い払い方法としては、いろんな方法が、犬以外にも当然行われているわけです。ではまず効率的に猿を追い払うとはどういうことかと言いますと、とにかく人がいて、なおかつ武器があるというのが、効率がいい方法の、基準というかベースになります。で、やることといえば、猿を見つけたら武器を持って無条件で追い払う。別にどっちに逃げていくとか気にしなくていいです。できれば女子供、メス子供ですね。それを狙っていくと、猿というのはそれを、守るために群れを作ってますので、キャーキャー言います。キャーキャー言わせたら勝ちです。とにかく、女子どもめがけて、武器で追い払うと。で、その時に気をつけなきゃいけないのは、例えばパチンコであったり、エアソフトガンを使ったり、そういう飛び道具っていうものを使う時は、やっぱり人や物とか、あと窓ガラスみたいなものですね。そういう壊れやすいものに絶対武器を向けないということが重要になっていきます。で、これ一人でも当然、猿の群れを追っ払うだけなら、武器持ってればできるんですけど、やっぱり、複数人でやった方がいいですね。その方がまず、楽です。そして先ほど言いましたけど、猿の群れの中心部、メス、子供がいるところに、とにかく近づいていくということです。で、こうやって降りてきた猿、なんですけど、こうやって追い上げます。すると大体、山見てると、あっちの方に逃げてったな、ということがわかります。で、逃げてった方向に別の方がいます。で、別の方に連絡をして、さらに追い払おうとすると、今こうやって、文明の利器、携帯電話っていうものがありますので、これによって、連絡することで、猿が降りてくる前に防いだり、猿が降りてきても早めに追い払ったりすることができる。
まあ、これが理想的な猿の追い払い方式です。正直これだけでもかなり猿の追い払いというのは効果を示します。で、今回お話ししたいのは、このモンキードッグです。これは、正直どこにでもできる対策ではないと思います。何しろ、モンキードッグを運用するためには、それなりの、やっぱり、運用の経験と実績がないと厳しいです。でも、幸い今、ここにいる倉岡さんがモンキードッグもすでに所持して、スキルも持ってますので、山梨県でも実は可能は可能です。で、モンキードッグ、まあ、人や他の犬に迷惑をかけない。で、マイクロチップを埋め込む。まあ、この辺はもう当然のことなんですけど、まあ、地域の住民の方に合意を得ることですとか、あと、モンキードッグ、いろんなコマンドがあるんですけど、とにかく、どっか仮に降りてきたら来いと言って戻すこと、これがとても重要になります。まあ、そこの言うことを聞く犬を育成するというのがモンキードッグの、コツなんですけど、このモンキードッグっていうのは、まあ、単語自体は2000年代に入ってからできた単語なんですけど、実は概念としては全然新しいもんじゃないんですね。これ、境川市の、市町村誌に載ってるんですけど、もうここにすでに書いてあるんですね。飼い主を追い払うのを狩るようにしてるから、犬を飼わせろと。まあ、逆に言うと、犬を飼うなっていう命令が出て、それに対して、犬を飼わせてください。獣害対策って使うんですって。そういうような資料が残ってるんです。だから結構歴史のある、方法です。じゃあ、モンキードッグ。基本の方法ですと、まあ、自分の家につないでおいて、で、猿が来たら犬がワンワン吠えて、それを放すと。で、追い払ったら戻ってくる。これが標準的なモンキードッグの使い方だと思うんですけど、それだとすごく効率が悪いですよね。何しろ自分の家の周りしか守れませんし、なおかつ自分が留守にしてればそれすらできない。これはね、もったいないですよね。ですので、うちのような会社が存在するわけなんです。まあ、やり方としては、とにかく猿のおとなめす、つまり群れですね、群れに発信機をつけます。で、さらにつけた後、自動車に犬を乗っけて、猿の群れに近づいていきます。で、その巡回の時に、猿の群れが集落に近づいていったら、そこに止まって犬を放とします。で、それが、終わったら、また違う群れの方に行きます。私が、山梨でやってたのは、4群同時で、これで追い払いをしていました。で、群れによる被害はほぼ止まってました、当時は。まあ、それも、これからデータでお示しします。じゃあ、モンキードッグ実際どうだったのということです。場所としましては、富士吉田市と川口港をまたぐ吉田郡と呼ばれる群れを対象にしていました。で、これを、に発信機、当時 GPS 発信機はほとんどしてなかったので、VHF 発信機でやってたんですけど、それによって猿がどこにいるかを見つけて、吉田郡がどこにいるかということを調べたら、まあ、67頭の猿がいる群れ で、なおかつ行動圏が 7.8 平方キロメートル。これはね、ものすごく狭いところにたくさんの猿がいるという状態でした。他の研究者に見たら、嘘だろこの行動圏って結構言われたんですけど、測定率っていうか、それが 100% ですので、まあ、間違いはないと思います。で、状況としては、1年を通して住宅地や農地に出没してて、ここは農業がほぼ壊滅している状態の地域なので、まあ、自家用の消費用の畑作物がやられると。で、それだけじゃなくて、庭とか人家に出てきて、まあ、糞尿を庭にうんちするとか、雨どいを破壊していくとか、あと人に対して威嚇をするということが日常茶飯事で行われていました。この動画は実はクラファンサイトの方に動画載っけてますんで、それも見ていただけたらなと思います。で、それに対して犬を放します。で、これは耕作放棄地ですね。耕作放棄地、たくさん彼らの餌あるんです。クズの根っこを食べています。あと、アレチマツヨウサという植物の根っこも食べていることがあります。まあ、とにかく、食べ物いっぱいなんです、耕作放棄地。で、今から犬を放します。あ、今、クモの子を散らしたように行きましたね。で、当時飼ってたモンキードッグのラッキーさんがこうやって追っかけていくわけです。ちょっと声が出なくてもったいないんですけど、猿がチャーチャー言いながら、
逃げていきます。見ての通り、猿って地上を走って逃げていくんですね。で、同じようなルートでラッキーさんが追いかけていくんですけど、日本猿って、猿だからずっと木の上にいるだろうと思われる方がいるかもしれませんけど、まあ、この映像を見ていただくとよくわかるんですけど、猿、木登りあんまり得意じゃないんですね。特に枝から枝に伝わる。今、ドンって行きましたけど、あれ、ただ落ちただけですよね。綱渡りをしたんじゃなくて。で、これ2本伝ってなんとかなると。木から木に飛び移るのが下手で、半地上性の猿と呼んでます。東南アジアとかにいる一生ほとんど、木の上に来て水を飲むときだけ下に降りてくるっていう猿と違って、基本的に、地上にいる猿です。それが日本猿なので、逆に言うと、木に登れないモンキードッグであれだけ効果が出るということです。猿本気で逃げてましたよね。で、農作物被害に関しては、もうほぼほぼ、なくなりました。こっちはあんまり変わってないです。これ、ちょっと、富士河口湖で追い払う前のデータなんですけど、まあ逆に言うと、富士吉田でこうやって、被害がゼロになっていく中で、富士河口湖町どうなったかっていうと、こっちが追い払ったからといって、こっちがね、急に被害がでかくなるということはなかったです、このケースでは。出没頻度もそうです。吉田側が追い払ったから、河口湖側の被害が、出没の頻度が高くなったかというと、このケースではそういうことなかったです。でも、さっきのグラフを見て思う通り、先に追い払いを始めた方が、どうも効果が高そうだとは言えます。で、これが実際のモンキードッグの動きです。あんまり人里離れないんですね。標高差もだいたい130メートル以内のところで、こうやってトラバースしながら登って追い払うっていうのが基本的で、まあ短い時は 1.5 キロ、長い時は4キロぐらい走ります。で、だいたい給水って書いてありますけど、喉が走って乾いて、疲れてくると戻ってきます。で、そこでキャッチして終わりという状況になります。で、行動圏はどうなったか。これコアエリアと呼ばれる、特に猿が使う場所の地域なんですけど、追い払い、これ富士吉田だけで始めてた時のデータなんですけど、その前はこのところ、ここですね。これは耕作地であったり、あとは住宅地なんですね。その住宅地が、ほぼほぼ外れました。つまり住宅地に出なくなったんですね。で、富士河口湖町側はどうなったかっていうと、まあ、こんな感じで住宅地を、まだまだ使ってたという状態です。この後、富士河口湖でもう追い払いやったんですけど、それのデータちょっとまだ論文にできてないんで、まだ公表できないんですけど、まあ、とにかく、モンキードッグっていうのは、かなりの被害対策効果があります。で、ちょっとまとめます。モンキードッグの長所、一番はやっぱり群れの追い払い効果がすごく高いんですね。群れがほとんど集落に近づかなくなってきます。あと、追い払い楽ですね。エアガン持ってたり、パチンコ持って走り回ってた頃からすると、本当天国のようです。車の中で発信機の、犬見つけた発信機の情報を見てるだけなんで、もう超楽ですね。で、あと、飼い主目線からすると、猿を追っ払った人ってのは、もう散歩しなくていいんですね、この子。大型犬なので、それなりにやっぱり散歩の労力っていうのかかるんですけど、猿が集落に近くにいると、むしろラッキーと思って話すんですね。猿散歩しなくていいです。で、集落からしても、猿が出る前に、猿が近づいたっていうだけでこれが離されるんで、降りてくる前に離されるもんですから、集落に現れないんですね。つまり、既存の方法っていうのは、だいたい猿が出た。どうしよう、みんなを集めよう、道具を持とう。で、慌てて行って追い払いを始めるんですけど、このモンキードッグの私の方法だと、猿の方にも発信機をつけてますので、もう集落に近づいてるな、まだ出てないなっていう状況で対応ができるんで、予防ができるんですね。これが革命的な部分です。あとはもう追い払いが進むにつれて出動機会っていうのはどんどん減ってきます。最初はもうしょっちゅう追っ払いをかけなきゃいけなかったのに、もうどんどん集落に近づいてこなくなるんで、全然追い払いをしなくて済むという状況があります。ただし、このモンキードッグ、万能ではありません。問題があります。まず富士吉田側で出た問題なんですけど、効果が出ると農家の人が被害対策しなくなっちゃうんですね。例えば電気柵を毎年立ててたのに電気柵を立てなくなったり、まあそれは猿が出てこないから電気柵立てるなんて、
ことをしたくなる必要がなったっていうことなんですけど、でもそれだと実はモンキードッグっていうのは群れに発信機をつけてますんで、離れなるとかオスグループに対しては効果を示すのは難しいんですね、すごく。ですので、被害対策をしなくなったことで、このオスグループや離れオスによる被害が、どうしても出てしまうということです。あと、これちょっと既存の方法なんですけど、一家に一頭では効率がすごく悪いです。ですので、私が言うような追い払いの効率化と、やっぱりこれは農家に任せるんじゃなくて、被害のリスク管理とかもできる専門家集団、うちのような会社がやるべきものだろうと。でないと、飼い主への負担が多いですね。飼い主さんはそこまで、ずっと家にいなきゃいけないとか、もう猿が帰ってくるまで、当然猿待たなきゃいけないですから、とにかく飼い主さんの負担が大きいんです。で、あとは、専門家集団が必要になりましたね。あと、継続的な予算と支援がどうしても必要になります。専門家集団を雇うってことは、やっぱりそういうことになお金がないと動けませんので、こちらも。そういうことになります。あとは、やっぱり犬の安全管理ですね。これがね、私もすごく苦労してて、今犬に GPS ドッグマーカーつけてやってるんですけど、まあこれがね、交通安全とか人対策、人にね、悪いことしないかっていうのをもうリアルタイムで、把握するためにつけてるんですけど、それでもちょっと、実は一頭、犬を死なせちゃってるんですね、私。U字工の中で倒れてたんで、多分泥水かなんか飲んで窒息死しちゃったのかなと思うんですけど、まあそれでもやっぱりこういうドッグマーカーをつけることで、できるだけ安全になるしよう、でも100点でないという状況ではあります。あともう一つ問題なのは、猿の警戒心が上がるんですね。これ自体はすごくいいことですよね。だってもう人間怖いから人だと来ないし、間違っても人を威嚇するなんてことはしなくなります。その代わり、里に降りてこなくなるんで、里で捕まえようとすると無理になります。また重機で捕まえようとしても、人間見るだけで、今までと違ってすごい勢いで逃げていくようになります。ですので、この事業の継続性っていうのが、なかなか、猿にコンスタントに発信機をつけ続けるっていうのも難しくなってくるという問題があります。そして、行政さんにお願いしたいことです。まずはモンキードッグによる事業化ですね。国の交付金の対象ですので、ぜひとも、そういう、専門家集団がすでにいるようなところでは事業化してほしいです。継続的かつ、十分な予算がないと、やっぱりこれボランティアでなんとかできるレベルの話ではありませんので、その代わり、ボランティアと違って、効率よく広域でやれますので、その点を加味していただいて、やっぱり事業化を検討していただきたいと思います。あとはやっぱり生きたメスの成長ですね。私が山梨で研究してた時に、日本ザル捕まえるの難しいなと思ったこと、実はほとんどなかったんですけど、今私、徳島で商用樹林帯なんですね。猿箱穴で捕まらないんですね、ああいう森だと。で、もしかすると、猿の出来害地だと、同じように冬の栄養状態があまり悪くならないから、箱穴できたまま捕まえにくいという地域があるかもしれないです。で、そういうところに関しては、漁師さんが福祉かなんかで、引っ掛けたのをちょっと提供していただけると、発信機を簡単に作れるので助かります。あとは住民説明会とは言わないまでも、住民の方に、こういうことをやってますという説明の場を持っていただきたいです。やっぱり住民の方、知らない犬がうろうろしてますと、場合によっては警察に相談する方もいらっしゃいますので、そうでなくて、あれはちゃんと調教された犬で狼じゃないんですよ。ちゃんと人間、猿や人間に、猿じゃないです、ごめんなさい。人間や猿に、危ないことをしないようにやってる犬ですよ。去勢も死人もしてますというようなことをお知らせすると、それだけでかなり、ご安心していただけるので、そういう場っていうのは民間企業ではなかなか持ちにくい、むしろ行政さんが得意な分野だと思いますので、この辺の支援をしていただけたらと思います。で、最後に、猿賢いですけど、当然人間ほどじゃありません。ただ人間が猿に負けてるのは、この執着心ですね。食べ物の執着心と、それに対して危険をかつかつ、もう生きるために彼らは必死です。でも知能は当然人間の方がずっと高いわけです。
ですので人間が時間と手間を分ければ必ず策に立てます。で、よく聞きます。何しても無駄。これは絶対にありえません。ちゃんと適切な柵で小僧を囲って、猿を見たら追い払って、猿の遺物を集落からなくして、猿の隠れ場をなくせば被害というのは当然なくなっていきます。ですので、とにかく猿は何をしてもダメだという価値観は絶対にこれはありえませんので、そこを加味していただければと思います。